惨なる兵士たちよ、今ハイラルは未曾有の危機に直面している。厄災ガノンの復活が予言されてから早数年、神獣を発掘し古代遺物の研究を進めてはいるが、とても十分な備えとは言えぬ。各地で魔物たちがこれまでにないほどの広がりを見せ、このハイラル城にさえ敵の手が迫っておる。まずは平原にはびこる魔物を打ち払い、厄災への備えの新たな一歩とする。震え兵士たちよ、出陣せよ。謎のガーディアン、謎の塔、考えていても全く分かりそうにありません。なんです？お待ちなさい。皆見事な働きであった。よかった、あなたも無事だったのですね。はい姫様、ちょうどプラからシーカーストーンを。おう、姫様。シーカーストーンに投影されたガーディアンのメッセージ。そこには、自分がゼルダを救うため、厄災のただ中から時間を遡ってきたのだと記されていた。インパはそのガーディアンと突如平原に出現した塔の調査を古代遺物の研究者であるプルアとロベリーに依頼することを提案。ハイラル王は彼女の提案を聞き届けた。謎のガーディアンに興味を持ったゼルダはインパ、
そして護衛役としてリンクを連れ、プルアたちの待つ古代研究所へと向かうが。私を慕ってくれるのでしょう。あなたは何者なの？研究所でロベリーたちに解析してもらわないことには始まりませんね。そうですね、姫様。これには古代エネルギーと未知の技術が使われている。つまりこれはミーの知らない全く新しい方のガーディアンである。シーカーストーンを含めた古代遺物の力を増幅させる機能はその技術の一端に過ぎません。なるほど。だから私たちまでシーカーストーンの機能を。その上、この中にはウィーらが想像もしないインフォメーション、情報が眠っていたのです。はーい、ジェッキー。このガーディアンに記録されていた写し絵をいくつか取り出してみたよ。これは、うん、まず間違いなく厄災復活直後のハイラル城と言っていいね。内部から情報を取り出したはいいものの、その大部分が破損しており、ですが今後解析を進めればまた何かわかるかもしれません。これが厄災が復活した後のハイラルの姿。こうなってしまったらもうハイラルを救うことなど、これまで考えてきた対策のみでは足りないのでしょうか。もしも厄災を封じることができなければ、いえ、絶対に防がなければ。厄災ガノンを封印するには大魔の剣とハイラルの姫が宿すという封印の力、そして各地で掘り出された四神獣の力が不可欠だった。
だが、大魔の剣の眠るコログの森は魔物の手に落ち、ハイラルの姫であるゼルダの力も未だ目覚める兆しがない。元凶を憂えたハイラル王は急ぎ四神獣の繰り手を揃えるべくゼルダを使者とし、先の活躍で彼女の騎士に抜擢したリンクと共に、各部族から選び出した4人の候補者のもとへ向かわせるのだった。得体の知れぬ異物を連れ歩くつもりか。はい、ブルアやロベリーとも話してその方が良いと。今一度言うておく。夢己が使命を忘れるでないぞ。良いな。自分の役割は分かっています。必ず果たします。